そうそうそう、他のもやるときはちょっと1時間以上長丁場でやるときはやるんですけど、これもうすぐ終わるんで、はい、申し訳ないです。府議会傍聴初めて、あ、そうですか、積極的やねなぜ安倍さんを叩きたいのですか。危険だからですね、考え方が危険だからですね、はい、解決策、これ僕解決策をひらめきましたよ。豊洲、さっき橋本羽鳥の番組見てて、昨日両方の人出てたでしょ、移転推進派の人と移転反対派の人がいてて、でどうする、まあいろんな話してる中で、あ、僕ねもうピーンとひらめいてね、これ言わなあかん言わなあかんと思って、でちょっとね撮りました。はい、もうこう言うとかんとまた誰かに真似されたら、お前誰かが言った真似やろみたいな、また言われたら嫌なんで、先に言っとこうと。あ、こんばんは、こんばんは。もう ひらめきました。これね、誰も多分文句言わないと思うよ。うん、まだ言うなどういうことよいやいや、もう解決策がピーンとひらめいた、ピーンって。もうこれね、多分文句は出ないと思う。うん、どっからも文句は出ないと思う。なんで2分後やね自分が言うから、もう先言うで、先言うで、はい。これね、これもうめっちゃ簡単な方法が見っかった。もう明日からでも豊洲は使えるぞっていう。もうなんかね、すごく今もやるかやらんかですねもうやるかやらへんかです。もう こんな簡単なことになんでみんな気づかないのっていうお話で、もう豊洲をね、明日からでも稼働できますよ、これ僕の方法やったら。はい、まあそういうことでね、聞きたい。なんや、察した、なんや。じゃあ榎本さん、さっき言いや、もうさっき言う権限あげるわ。もったいぶるの。いやいや、じゃあ榎本さんが分かった言うてるから、もう普段各生放送に行ってこう自分の意見をガンガン豪語してらっしゃる榎本さんにはさぞ素晴らしい意見が出てくるんやろうなと思って。まあ明日からもできますよ。何明日からできるやつ。もうこれめちゃめちゃ簡単な話。まあ、解決策になってるかどうかわからないけど明日からでも豊洲を稼働できる話がもう僕は出ましたよ。僕むっちゃ簡単な話やんかって。違うわ、もうそんな話じゃないねもうめっちゃ簡単。もう聞きたい。いや、聞きたないんかい。もうこれめっちゃ違うって、もうそういうことじゃないねん。もうこれめっちゃ簡単な話やねん。めっちゃ簡単な話。まずね、これ前提として、豊洲の土壌の安全基準っていうのは、大丈夫なんですよね。もうここいろいろなことを前提に考えると、もう土壌もすべて、土関係ある？何も関係ない。これだってもう今揉めてんのって気分の問題やろ、気持ちの問題でしょ今揉めてんのって。どうも現在大阪市議会民生保険委員やってますけど、塾長さん、あ、僕見てないわ、ごめん、また見た人教えて。ちょっと、榎本さんどういう案よ、榎本さんの案を教えてよ、パッパーっと。うん、環境基準以下っていうか、まあだから要は大丈夫ですよって基準が満たされてるんでしょ。これめっちゃ簡単な方法を見っけた。
めっちゃ簡単というか、別に明日からでも稼働する方法を見っけたって感じ。明日から稼働する方法も見っけたっていう。信用とか安心のも、俺の案は開いているコンクリートを土で埋め。じゃあね、じゃあね。基本的にその土壌には問題がないって話でしょ。今。うん。じゃあもうこう発表しましょうか。もう発表しましょうか。聞きたい。昨日見てね、僕、あ、じゃあ今日の番組見て、もうめっちゃ分かったことがあんねんけども、これ豊洲移転反対の人がいてて、ここが問題になってるんでしょ今。だから、豊洲移転の推進派の人と、豊洲移転反対派の人がいてて、で、豊洲移転の反対派の人がいてることが問題になってるんでしょ？違う。この豊洲移転の人たちが別に移転しますって言ったら話、一挙に解決でしょ？まず今引っかかってるとこって。じゃあ埋めてなかったから問題になってんの違うね。もうね、基準値は、あそこの土っていうのは、全部入れ替えてんねん。もう実は。全部入れ替えてるから、土的な安全は保証されてんねん。まあ保証とは言わへんけども、基準値以下なんですよ。基準値以下いうか、ギリギリのところではなくって、別に安全に使える状態にはなってんねん。もう一回言って、だから、あそこね、まず汚染されているっていう土壌は、全体の 30% なんですよ。で、全体の 30% の中で、そこだけの土をは完全に取り替えてるんです。で、取り替えてるんだけれども、とは念のためっていうことで、30% 以外のところの土も入れ替えてんねん。だから、土壌的には別に大丈夫やねんっていうのは、今のところ、もう共通の認識ですよね。その入れ替えてる土が福島から来てるとか、またそういうこと言うとあれやけど。で、基準値数値で言ったら土変える前からもじゃあ土変える前は問題あってんやん。一部の 30% の区域は。だから 30% の区域においては汚染がされていたので、そこは取り替えてんねん、まず、一旦。まあ、上から2メートルって、2メートルね、要は、汚染されていますよと言われているところの、部分の上何ぼかを削り取って、で、入れ替えて、で、入れ替えるところにそこに砂利入れてなんちゃらかんちゃらして、ちゃんと蓋ができるっていう措置は取れてるっていうことが、まずこう前提やんね。うん。で、さらには、万が一、その土壌に、まあ、地下水が染み出てきて汚染したようなことになったとしても、その汚染水を汲み入れて、浄化槽のところに持ってって、そこを浄化するシステムまでちゃんと作ってんねん、あそこで。だから、汚染、仮に発見されました、その汚染そのものを別に除去したりする装置もちゃんと作ってんねん。だから、仮に何かの拍子で地下水の汚染が出てきた時にでも対処する装置はできてるんですよ。で、まずそこは前提。だから、安全ということは前提なんだけれども、ただ、今、その何が問題になってるかって言ったら、移転の人たちが、その最初に、移転反対の人たちが、言ってることがコロコロ変わるから信用できないよっていうところが今一番問題になってるわけよ。安全の話とは別のところで。うん。そうそうそう。隠蔽と問題なんですよね。だから、この問題を一番か、だから今問題になってるのは気持ちの問題でしょっていう話やん。信用とか気持ちの問題。でしょ？だから今問題になってるのは気持ちの問題じゃない。感情の問題やね。ということはこの感情の問題を解決するのは一つで、
もう僕欲求で見っけてんけど、もうな、答え言いましょうか。答え言いましょうか。これめっちゃ簡単な話で、違う、簡単。豊洲移転に反対な人は、そのまま築地で営業したらいいやんか。ほいで、移転賛成の人は移ったらええねん。だから、移転賛成の人たちは、もう移転して、そこで業務始めたらいいじゃん。で、反対の人は築地に残って、そこでやっといたらええねん。んで、しばらく営業とかやってると、どっちで営業してる方が不都合が出てくるかってわかるやんか。ほんなら、どっちかに統一したらええんちゃう。うん。っていうことでしょ。じゃあ、築地にいてる人で、築地にいてるのが、豊洲の方が築地よりも危険だって思ってるから移転しないんでしょ。移転しない人たちは。だって築地の方が危険なはずやのに、築地、だから豊洲に行くよりは築地の方が安全というか、ままならんって思ってるから移転しないでしょ。そしたら築地で営業すりゃいいやん、反対の人たちは。で、今移転賛成の人はもうすぐ移転して営業始めたらええやん、豊洲で。で、両方やってみてどっちが都合いいかなんてすぐジャッジ出るでしょ、半年ぐらいやってれば。うん。開けた場所の使い道、開けた場所の使い道って何？開けた場所の使い道の意味が分からん。いや、じゃあ、だから、やらしくないやんか。それ、一番フェアじゃない。だって、空のまんま、あそこの箱をほっとくんやったら、費用が、それこそ700万円、どんどん積み重なっていって、もったいない話やから、使いたいやんか。でも、そこを使いたくないよっていう人がいるんやから、使いたくない人は使わんかったらええやんか。これ別に。だって、市場の人を別に強制する必要ないんやもん。別に嫌だったら使わなきゃいいじゃない。でもその代わり、じゃあ、空き地で五輪競技とかまた別の話やんか。今、築地という人たちの業者を守るんやったら、そこで、築地の人たちの生活を先守るっていうことやったら、分けて今から営業しといたらええのよ。で、どっちにしろ多分築地でやる方が、具合悪いなってそのうちなるからさ。で、要は築地で移転したら移転したところの人たちの、スペースは空くからさ。だからそこ順番にこう解体していったらいいんじゃないの？思うけどね。市場として卸がまとまってることのメリットがなくなっちゃうじゃん。いや、そんなん別にしゃあないやん。行きたい人と行きたくない人がいてんねんから、そこに。そこを全員を移動させるとか、全移動させないっていう風にするから、問題が起きてるんでしょ、今。だから行きたい人をまず豊洲で営業させてあげたらいいじゃん。うん。と思うんやけどね。じゃあ、うん、だからやん。いや、判断できますよ、大体。で、絶対こういうのね、豊洲でもしやり出したらね、豊洲の方が使い勝手ええで、っちゅう話になってくんねんて。でも業者なんか噂早いからすぐそんなん、引っ越ししたら引っ越しした先の使い勝手の良さなんてすぐ噂で流れてくるよ、そんなん。ほな別に、やってあげたらいいんじゃん。うん。思うけどね。だから、それで一番いいんじゃないのって今日思った。だから豊洲でそのまんま営業する人たち、豊洲でやりたいっていう人はやらしてあげたらいいじゃない、もう明日から。別に。と思うけどね。はい。
で、そのうち多分、どっちかに意見が統一されるって、実際に使ってたら。これだから、実際に使ってないから、ああだこうだなってしまうんで、それ実際に使い出したら結果出てくるでしょ。そうそうそう、メリット取るならまとまらなあかんけども、ここでもうまとまられへんにやったら仕方がないやんか。ただ放置してると、この先豊洲の市場なんてただのガラクタになってしまうわけやから、それもったいないんで、今から営業を始めた方が良くない？で、どっちにしろやで、どっちにしろ移転しますって言ったって、一挙に全部の市場移転できへんで。知ってると思うけど、あんなもん徐々に徐々に移転するに決まってるやん。だったら今から先行で移る人は移ったらいいんじゃないの？業者が豊洲築地言うけども、それは必要があったら行きますよ、そんな。買いに行く人たちは。それ便利やけど、しゃあないよ。そういう事情があんねんから。で、全国にその事情なんてみんな知ってるんやから。それを今一挙にやろうとするから余計動いてないんでしょ、だって。で、どっちにしろ築地の方が本当は危険なんでしょ。じゃあ今、安全に、築地よりも安全に運営したいんですっていう人のその権利はどうすんねんっていう話。そう、先に移転やろ。だから僕だから小池さんより先に言ったからね。もし小池さんがこの意見を取るんやったら、うちが元祖やから。僕多分ね、それが一番妥当な策やと思うよ。だから信用できない人は築地でやったらいいじゃない。で、もう信用、豊洲信用できるっていう人は豊洲でやったらええねんって。で、だんだん豊洲でやった方がいいよって、営業はやりやすいよっていうのが、おそらく評判になって、じゃあうちも豊洲に移ろうかって反対してた人も知らんうちに移るようになるって。まあ、営業的な解決策なんですけどね、これね。営業的な。そう。2カ所になるので、都の運営費、都の運営費は基本的に関係ないよ。業者が入ってしまえば。業者が入ってしまえば、業者の売り上げの中でやっていく話でしょ。まあまあ、あと組合金とか、基本は。え、ちょっと足りひん。だって、今の方が空っぽの状態で、700万円が、まあ700万円も本当のお金か知らんけども、今掘ってるだけでもお金出ていってんねんで。それやったら使った方がええやん。と思いますけれどもね。そうそう。昨日、夜に話していた妥協案ですよ、妥協案。僕やったらそれを提案しますね。ほんなら、多分ね、これみんな、あ、それいい案ですね、で終わると思うよ。それいいよ。なんか反対の人は築地でやったらいいし、賛成の人は今から移って豊洲でやったらええねんって。そんな。豊洲の建物の所有者って、でもあれは塔じゃないの？あれ、わからへん。調べたらわかる。でも、あれ、どうなん？店舗って借り物なの？賃貸的な考え方。都が持っていてて、そこを貸し出してるみたいな話。あれ、どっちなんですか？でも、都が持っていて貸し出してるっていう話なんやったら、なお一層、豊洲で早く営業させた方が、経費は抑えられるで、今よりは。と思うけどね。だから、中に入ってもらって、実際に営業をやってもらって、で、お金回していった方が、有効利用じゃない。いい感じやな。あ、でもね、僕はね、もうはっきり言ってこの案に落ち着くと思うで。もうこの案に落ち着くと思いますわ。もうこれが一番だって平等やもん、考え方が。
うん、ちょっと一級さん的な考え方やと思う。だって今豊洲でやったって問題ないよって思ってる業者の人たちだっているんでしょ。自分たちは豊洲に移転してそこでやった方がいいんだって思ってる人たちがいるんやから、その人たちは今そこにやってもさせてあげたらいいじゃない。築地の方が、あ、築地の方がむしろね、あの吹きさらしなんで良くないと思ってはる人の方もおるんやから、うん、金ないところは2ブロック借りられないとか話あったから、ちん、あんの賃貸かな、うん、だからそこはもうあれでしょ、あの賃貸できるかどうかいう話で、それはもう個人の話やから、なんか移転関係ないやん、そもそも。だから今築地と豊洲ダブルでやったらいいの。もう簡単な話よ、ね、はい。でそのうち築地はあのどんどん取り壊されていくっちゅう話で、それでいいんじゃないの。だから築地頑張るっていう人は築地頑張ればいいし、豊洲でもいいねんっていう人はもう明日から移って豊洲でやったらいいじゃん。移転賛成派も、だから移転賛成派で渋々の人たちは築地でやったらいいじゃないって言ってるさっきから。うん、築地でやったらいいじゃない。もう要はね、何が言いたいか言うのは、新しい場所は使ってみないと分かんないねん、これ。要は使ってみないと分からない。で今から別に新しいところ建てることももう実現性ないでしょう、うん、豊洲へのアクセスは整備済み。いやでもだいぶ綺麗になってるんでしょ。前記者とかのあれで見たけど、豊洲に行くまでの道なんてものすごい立派な道になってるやん。あれ4車線ぐらいの道が片道あるんでしょ。片道両方とも4車線ぐらいになってるような、片道が4車線。両方が4車線じゃなくて、片道4車線ぐらいの、道ができてるんでしょ。豊洲に向かうための。行くのがしんどかったら、そういう文句が出る。だから出てないから使えるってことやね。だから、別にいいんじゃない。だからむしろあれやんか、なんて言ったらいいの、あ、流通関係の会社とかも、わあ豊洲便利やーってなって、みんなが豊洲の業者だけ扱うようになっていったらね。あとそれと今日あの橋本さんが言ってたけれども、そもそも市場というものが縮小傾向になるところにあるでしょ今。だから縮小傾向になるんだから、まあこんなん言うたらかわいそうって言ってたんであれやったけど、築地に今いてる市場の業者がそのままここあと何年間も残ってるかどうかなんて言うたら、だいぶ怪しいじゃないですか今。だから結局それやったら今から豊洲で行って営業できる人は豊洲に行って営業させてあげたらいいんじゃないの、うん、思うけどね。いや公共交通機関もできてんじゃない確か。築地の業者は大丈夫かなってどういうこと。いやそれはでも自分で選んでんからしゃあないやん、そこでやりますって言って、うん、自分たちでそこでやりますって選んだんやから、それはもうそこで頑張りって話じゃないの。うん、いや賛成派の根回しっていうか、大々的にこれ案として出したらええねん。行く人は移るでしょ。魚入れてる業者が築地が産地と直接に、築地が産地と直接、そういうのが、うん、だから縮小傾向というのは、産地直送が今もできるような時代になって、そもそも市場というものが本当にこんだけの規模いるのかっていう話になってるのもあるやんか。うん、だから
むしろ早くそういう新しい営業形態ができるように僕はした方がいいと思うんやけどね、営業的な理解から言うと。うん、だから交通悪いっていうよりむしろいいんでしょ、整備されてるから。ね、だからもうこれが解決策ですっていう話もうこれがもう解決策ですよ、はい、というお話でした。次枠もう一回、次枠ね、ごめんなさい、また20分ぐらいしかちょっとできないんですけど、まあちょっとだけやります。そうやね、だからなあ、時代的にね、そんなに市場っていうものがあれやから、その市場もねやっていくんやったら、それ新しいところで僕はやった方がいいと思うけどね。うん、もうはい、ありがとうございましたはい。これもごめんなさい、20分ぐらい経ったら終わりますんで、20分で53分か。ちょっとそれやとまずいので、45分ぐらいですか。あと12分ぐらいで、ちょっと終わりますけど、ごめんなさいね。ちょっと、貧乏なんで仕事しないとダメなんで。はい。56分だね。はい。よろしくお願いします。まあ、というのが案でしたっていうね。もうこれが早言うとかんとね、2番煎じ、3番煎じ言われると嫌なんで。もうこれ言うときました。もうこれ、めっちゃいい案やと思うんですけどね。めっちゃいい案。ひらめいたって思って、これは言わなあかんと思って。え、何してんのって。何してんのって。何してんの？だから築地の話でしょ？了解、自分も図面描いてる最中なんで。別に、うちの放送関係ないんちゃいます？はい。みんな仕事しながら聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。ね、もう、うちの放送いろんな人がね、聞いてもらえるようになってるんでね。はい。まあ、あとは20分間安倍政権の悪口言うだけですけどね。ああ、10分間。10分間安倍政権の悪口言うだけですけどね。もう昨日のあれとか。これでもね、すごい思うねんけれども、まあ昨日もそうやったんやけど、なんで安倍政権の悪口言うんですかっていう質問って来るよね。あの質問なんなん一体。なんでっていうのは何が聞きたいのっていう。あの質問が僕ね、昨日、なんか大体あの質問来るよね。この話してると。あれなんなん、なんで悪口言うんですかみたいな。なんで批判するんですかっていう。え、なんで迎合せなあかんのっちゅう、逆に聞きたいねんけど。あれどう？昨日の放送朝から腰つべで見ても、あ、そうそうそう。塾長のせいで取引先から現場手配の指示書書き、ミュートにしろ。
うちの放送をミュートにしろ。そして後で、YouTube で見ろ。っていうね。その首相を支持されている方々が案外多いんですよね。身近に。何気に怖いんですけど。論破していかないと。論破していかないと。そもそも何回も言うけど、自民党憲法草案をしっかり読んでる人間なんかいないんだから、自民党憲法草案ってこんなに危険なこと書いてるんだよって言ったらいいだけなんですよ。どんなに危険なこと書いてんのか分かってないから、みんななんとなく災害の時の緊急事態条項なんだったらいいじゃないっていうざっくりしたものしか頭ないから、いやいや、その中の条文に一体あんた何書かれてるか分かってんのみたいなことでね。全て賛同してる方が怪しく感じるって。いや、そうですよ。だって時の政権のやってること全部賛成するっていうことの方が気持ち悪いでしょ。安倍ちゃんは自分が立法府の長と思ってたぐらいやから、国会でスタンディングオベーション求めてもどこがまずいか理解できない、ね、安倍さんがね。立法府の長って言っちゃったよね。立法府の長は衆議院議長だとか参議院議長ですからね。立法府の長の意味が分かってんのかねっていうのが僕は一番の話ですけど。あ、ちなみにね、ツイッターでね、大阪の児童相談所の話あったじゃない。で、あれの、ツイッター作ってる人がいてるじゃない。で、僕がたまたまその人のある意見にリツイートしたら向こうから返事来て、なんかコンタクト取れるようになったんで、このマンションの人とね。マンションの人かどうか知らへんねんけど、まあマンションの人やと思うんです。で、ちょっとね、まともな会話ができそうなんで、あのツイッター見てもうたらわかんねんけど、で、今フォローしてくれはったんで、ちょっと建設的な話ができるかもしれないから、ちょっと頑張ってみます。あんな反人類予備校塾長君みたいな頭の悪い人間よりかは、頭の悪いって思った。ちょっと建設的な話がね、できるかもしれへんから。僕は、今日マスコミ、例えば、迷惑施設だというイメージがなんで起きるんでしょうかね、言うて、このマンションの人が言うてるので、いや、それはマスコミのせいやで、って言って、リツイートしたら返事来たんですよ。で、それに対して、いや、マスコミのせいじゃないんじゃないですかって言ってきたから、いやいや、もう定例会見見ましたけど、マスコミの側ってこんな風に言ってるんでね。ああいう物言いをマスコミに許してるうちは、要はマンション側の人間がダダこねてるように表現されてるよって話ね。なら、ああ、そうした見方もありますね。ってちゃんと話をするとね、返事来たんでね。だから、ちょっと、話の分かる人だなっていうのは分かりました。はい。そういう話で。その憲法草案危険って抗議されている方が首相支持なんですよって、さ、頭おかしいんちゃいます?よう分からん。安倍さんの代表、世耕君とかじゃないの?なんかそういう、なんか広告的な仕事やってはったんじゃん、あの人。住民説明会とかの詳しい資料も出しました。まあね、マンション側は詐欺で訴えたらいいの、事実ごねてるやん。いや、まあまあ、だからまあ言うても、ただ何回も言うけど、あれ決定じゃないんでね、決定したどいてくれって言ってんのにどかないじゃなくって、今だからいろんな候補地がある中で最有力候補になりましたよっていう段階の話をしてるだけやから、場合によっては全部白紙になる可能性もあるんや、ね、あのね佐々木理恵ちゃんのね、僕のツイッターに佐々木理恵さんがなんかアメバで書いてるのをリツイートしましたんで、佐々木理恵ちゃんのブログにマンションの名前書いてますわ。老人施設があって老後大丈夫ってことで購入したんだから、それがなくなったら詐欺で。でもそんなことは往々にしてあるよ。普遍的にマンションの価値を維持できるなんてできへんねんから、
宅建的に言わすと、それ誇大広告になって、やったらあかんのですよ。なかなか宅建士として喋るとね、そういうことに権威があるでしょ。そういうのは言ってマンションは売ったらあかんねん。それ誇大広告になるんですよ。だからマンションなんていつ何が起こるかわからないんだから、未来のことをそうそう確実だっていうことを資料にして売ったらそもそもあかんねん。でもそうして売ってるんやったら、それは売った業者を訴えなあかん話で、うん、はい。政治家じゃないよ、シナリオライターは安倍演説は同じ人が書いてる。そうなの、ね、うん。そんなマンションもおい何を書いとんねん。プロのアドビクリエイター、誰がプロのアドビクリエイターで偽造文書作ってるやねん。そうそう、偽造免許証宅建士の割には詳しい。そうね、松井知事のところを書くのがなかなか難しいって、青か。青か言わせん。リエさん、先週懇親会の女性コミ見に行った時に聞いたのに挨拶に。知らんがな、そんな個人で。挨拶してください、勝手に。はい。まあ、そんなことで。何の話やねん。もっと中身のある話ができないのかいっていう。はい、まあそういうことで、まあどう言ったらいいんでしょうかね。だから僕が言いたい、もうさっきの解決策はあれ解決策でいいよね。で、安倍さんの話は昨日のスタンディングオベーションが気色悪いっていう話。ナチスだとかがやってた手法ですよっていう話をずっとしてた、昨日の夜。昨日の夜の YouTube のね、後半はね、ためになる話してるんで。全体の、6割はどうでもいい話してるんですけど、後半の2割はとてもいい話してるんで、聞いてください。阪南市の領収、あれ、阪南市のさ、ちょっと聞きたいねんけど、阪南市の人って、どこの政党の人なん？どこ政党の人なん？あの人って。それを聞いて終わりましょう。あれどこの政党の人なん？前半の話をもう一回お願いします。どの話？築地だから築地のやつは反対派は築地で営業して、賛成の人は明日からでも豊洲で営業したらいいじゃないっていう。ナチナチ言うけど世界見たらああいうの結構一般的だけどな。許したらあかんでしょって。だからあれを言った、行き過ぎたものがナチでしょっていう話をしてる。で、強いてはあれやっていくと北朝鮮になるでっていう話をしてるだけ。言ったことに拍手して、それに賛同しなかったら非国民だみたいになっていくで。昨日の YouTube の前半話は、昨日の YouTube 見てくださいよ。昨日の YouTube の前半は、YouTube の前半の話見てください。知ってるでしょ？下に、URL 書いてる。自衛隊と警察、消防に解放を称賛するのはいけません。意味わからん。どういうこと？自衛隊と警察、消防に解放を称賛するのはいけません。おっす。ごめん、もう終わるけどね。はい。で、どこの人？阪南市の人ってあれどこの人政党？いや、要はね、政党の名前出てけへんな思って、阪南市の人の。で、これが例えば維新の議員やったら、維新の議員で何々っていうのを必ず頭かぶせてくるんやけど、自民やろ？あれなんで自民の時は自民党のって言わへんやろね。今日もチチンプイプイ、今日のボイス見てもうたらわかんねんけど、あれ自民党とか言うてへんのよね。阪南市の議員っていう言い方するんです。そこは政党職出してけえへんのですよ。うん。まあまあいいんですけどね。公明党、どっちやねん。公明党、どっちやねん。まあまあ、また教えて。はい。ということで、終わります。ごめんなさい。ありがとうございました。ちょっとね、もう終わらなあかんので、申し訳ないです。はい。ということで、ありがとうございました。まず、晩にできそうやったらやりますんで。はい。
また来てください。ありがとうございました。よいしょ。続きは YouTube 見てください。はい、ではさようなら。よいしょ。